自分自身小さなことは気にしないっていう大雑把な性格と思うんだけど、好きな絵に関しては深く追求するっていうか、かなりこだわる方かなって思います。私は崇城大学のミライクっていう特待生制度が獲得できたこともあって、この大学にお世話になろうって決めたんだけど、本当に来てよかったなって実感してます。崇城大学は学生数に対して先生の割合が大きいから、わからないことや迷った時なんかは気軽に聞けるし、アドバイスもたくさんもらえるから、好きな絵に対して没頭できるっていうか、充実した時間が過ごせますね。制作するときはとにかく自由です。自分の好きな時間に好きなだけ制作ができて、のびのびと自分のやりたいことにチャレンジできるっていう点が、今思うと自分自身の成長につながったのかなと思います。時間を自由に使えるっていうことは、美術以外の時間も有意義に使えるっていうことなので、私は制作時間以外のリフレッシュとしてロック研究部というサークルに入っています。仲間たちと一緒になって一つの形を作るっていう達成感みたいなものが音楽の面白さだし、これも一つの制作活動になるのかななんて思いながら気軽にやってます。ヨガコースを専攻して自分のやりたいことを思う存分にやったからこそ、自分の表現力が養われたし、今後もこれをやりたいっていう気持ちは大事にしたいと思ってます。就職先はデザイン事務所から内定をもらったんですけど、大学で学んだことは技術的にも精神的な支えという意味で絶対に役に立つと思ってます。そしてこれからも芸術に関することはずっと興味を持っていたいし、仕事でも関わっていけたらなと思っています。